雨が降ったら虫はどうしているんだろう。みんなこんにちは、カテナくんだよ。今日はいろんな虫さんにお話聞いてみたよ。雨が降ったら僕ら虫はどうするかって？僕らは雨が当たらないところへ隠れる。例えば葉っぱの裏や影、そして雨が止むまで待つんだ。人は口で息をしているよね。でも僕ら昆虫は口ではなく体の横にある小さな穴で息をしているんだ。でも雨が降って体が水に浸かるとこの穴が塞がれて息ができなくなってしまう。人にとっては大したことない雨でも、僕たち虫にとっては一粒一粒が巨大で怖いんだ。僕たち蝶は葉っぱの裏に羽をたたんでぶら下がるように止まるよ。僕たち蝶を触ると粉がつくでしょ。これは鱗粉って言って雨を弾いてくれるんだ。イモムシだって葉っぱの裏でじっと雨が止むのを待っているんだ。僕はアリ。雨が降ったら僕らの巣の中に雨が入って洪水にならないかって？大丈夫。巣の中には空気がたくさんあるでしょ。だから巣の中までは雨もあまり入ってこないんだ。それに入り口のところに穴を掘った時に出た土があるよね。雨はその土や周りの土に染み込んだりするから巣の中が安全なんだよ。だから僕たちアリは雨の日でも安心して生活できるんだよ。雨が降るといろんな虫たちが葉っぱの裏や木の裏、落ち葉の下に逃げて雨が止むのを待っているんだよ。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録して君も生き物博士になってね。じゃあねー。バイバーイ。